ウェブ TV 阿蘇中大連応援企画。平成30年度中大連に出場する阿蘇市内の中学校の部活を紹介します。一宮中学校軟式野球部です。2年生9名、1年生3名の合計12名で活動しています。これまで第16回阿蘇市招待親善中学1年生大会の3位の実績があります。 1,2 年生主体のチームで基本を中心に練習に取り組んでいます。他校に比べて長打力はないですが、コツコツヒットをつなげる野球をしています。新1年生も入り、全員野球で頑張ります。中大連での目標は優勝し、県中大連に出ることです。一宮中学校剣道部です。2年生2名、1年生4名の合計6名で活動しています。一人一人が自分の剣道をやりきれば勝機は十分にある。まずは自分に勝つためにをモットーに練習に頑張っています。男子1名、女子5名のチームで、中大連での目標は個人団体戦で県大会に出場することです。